よし、どうもタケです。今日もね、インフィの動画撮っていきたいと思うんですけども、本日はですね、いやもう完全に寝てたわ、今まで。やばい。寝て起きて、僕は今、風邪ひいてるんですけど、11時ぐらい寝て起きた瞬間、今4時ぐらいなんですけど、新しいアップデートの情報めっちゃ回ってました。はい。ということで、そちらの動画撮っていきたいと思います。なんとね、今回ね、新しいスキルが登場するということで、ちょっとね、紹介していきたいと思います。でまずね、概要欄に一応ね、動画貼っとくんですけども、公式で5分ぐらいツイッター、まあ、X で動画上がってるんで、よかったら見てほしいんですけど、まあ、僕がね、ここちょっと注目したいとか、ここめっちゃ目いったなっていうところをね、まあ、パッと解説というか、まあ、ちょっと皆さんと共有していければなというふうに思いますね。まあこんな感じでね、新しいスキルの名前が、まあ、モメンタムとかね、ゲームチェンジングパスとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、まあ、今回こちらのブリッツカーブということで、12月7日から12月14日までの1週間の間に、まあ、新しい選手がね、この新スキルを持った選手が登場するということで、まあ、そちらのね、まあ、ルックス、まあ、こんな感じで発表されてるんですけども、まあ、もう多分分かる通り、左がソン・フンミン、真ん中サラーで、多分右がキエーザやと思うんで、なんか曲がって落ちるみたいな書いてて、うん、いや、ほんまにね、多分強いと思うんで、よかったらね、獲得してみてくださいね。もうなんか相手おったら結構強そうな印象あるし、なんか昔のウイレ時代のベッカムの根幹みたいな感じのコントロールカーブやと思うから、いや、これだいぶいいスキルですね。なんか今まで、そのモメンタムとかやったらまだちょっと目に見えるスキルやってんけど、ビジョナリーパスとか、まあ、ちょっとなんか目に見えにくいかなっていうとこあったから、まあ、こういうね、なんか目に見えやすいスキルやからめっちゃいいなっていうふうに思いますね。でこのサントス・ネイマール、皆さんめっちゃ注目してたと思うんですけども、なんとこちらがね、ちょっとハイフっぽいんですよね。なんか見てたら、なんかまあこんな感じで PK のイベントみたいなのあるらしくて、まあ、こうやってね、左の青の、まあ、ちょっと消えかけてるとこから、はい、ちょん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 みたいな感じで全31ステージぐらいあるんかな、終わらして一番右のとこまで行ったら、まあなんかこんな感じで PK のイベントをするんかな、よくわからんけど、まあイベント進めていったら最終報酬が結局ネイマールですよみたいな感じで、まあこんな感じでドーンみたいな感じでイベント報酬みたいになるんかなっていう感じですね。でこれ結構無料でゲットできるんやったら激アツですけど、どうなるんでしょうかって感じですね。であとはね、こちらのね、情報も出たということで、ちょっと発表させていただきたいんですけども、いやこのアラウホやばそうなんよね、マジで。いやもうね、本当にね、今回ちょっとアップデートめっちゃいいかな。まあ俺が一番目に行った新しいアップデートの情報はもうこのブリッツカーブやったっけ、名前忘れたブリッツカーブやってんけど、いやマジでね、このスキルね、どんな感じになるか楽しみですね。はい、こちらちょっとイーフトのね、公式のツイッターなんですけども、 X なんですけども、シーズン3ということで、新しいアップデート、一人からでも気軽に参加することができるコープのイベントの登場とか、まあ、ドリームチームの各国のリーグに参加し優勝を目指す新モードマイリーグで、一人でもみんなでもさらに面白くということ でこのマイリーグリーグ追加されるのめちゃくちゃ激アツですよね。いやこれでね、結構ねオンラインじゃなくても楽しめるっていうのがめちゃくちゃでかくて、いや本当にね、今回のねこのアップデートめちゃくちゃ楽しみですね。さあもうアップデート終わる終了時間までもう刻一刻と近づいてきてますけども、はい、皆さんで、楽しみにして待っておきましょうってことで、こういう情報系初めてやったけど、いやマジでね、普段はねフォーメーション解説とか人選解説とかいろいろやってるんで、よければねチャンネル登録、高評価、コメントぜひよろしくお願いいたします。 SNS のフォローも概要欄からできますので、ぜひよろしくお願いいたします。ってことで以上だけでした。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。それじゃあさよなら、バイバイ。